皆さん、こんばんは、マーティンダーのミヤクーボイ、キンテクス。今日はプロ野球2年目のジンクスをお話しさせてください。はい。確かに2年、1年、ルーキーイヤーは活躍したが、2年目は成績が落ちたりするなど、維持ができないですね、はい。そのジンクスがあったのはね、はい。オリックス、小松聡さん、ルーキーイヤー活躍し、新人王、最優秀も、本当にすごいピッチャーですが、2年目以降、ガタ落ち。阪神の藤波も確かに、ルーキーイヤー活躍者がそのイップスに悩まされて、いろいろと、はい。ですね、はい。 あとは、まあ。そうですね。代表格といえば、まあ。そうですね。難しいね。はい。阪神、阪神、高山俊もそうです。ルーキーは活躍し、新人王獲得するも、その後は成績ガタ落ちで何も活躍できなかったね。ダメですね。はい。なかなか、はい。一軍から及びかかることなく、不審ですね。 未だに不審な状況でございます。はい。あとは、まあ、星智也さんもルーキーや活躍したが、その後、ガタ落ち、怪我なのでガタ落ちですね。はい。<coughs> あとは、木大サムさん、確かに、投手4、実質5半、五冠獲得数も2年目以降は、維持はできたがが、怪我で、やはり、視聴機会が減ったことで、結局引退となりました。というわけで、プロ野球2年目のジンクスの話でした。バイバイ。